どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが11月28日の木曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。この動画をオフの情報収集にご活用ください。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ、今回は補強関連の最新事情についてです。 直近の動きで、今タイガースが狙ってる補強ポイントが見えてくるんじゃないかということで、早速見ていきますが、まずは先日、球団側もコメントを出した田中正宏投手の獲得問題について、田中投手といえば岩ずもがな、日本でものすごい数字を残してメジャーに挑戦した投手です。 特に2013年、日本ラストイヤーのこの年、24勝0敗、防御率が1.27。僕はこの時バリバリの野球少年でしたが、間違いなく当時、一番強い、そしてかっこいいピッチャーでしたね。もう24勝0敗なんて、今の時代でもなかなか考えられない。で、この年を含めて日本で通算6度の2桁勝利をマークして、2014年からメジャーに挑戦。で、そのメジャーでは7年間で78勝を記録。 で、2021年から再び日本球界に復帰。日米通算200勝まであと3つに迫るなど、言わずもがな超レジェンド投手です。ただ日本に復帰となった2021年以降、なかなか白星は伸びず、1年目の2021年は4勝9敗。2022年は9勝12敗。 で、2023年は7勝11敗と、3年連続で巻き越しとなって、今シーズン1軍での登板はわずか1試合。で、今年は0勝1敗と、白星を挙げることができなかった。で、そんな田中投手は、イーグルスを自由契約となりました。まあ、今シーズンの推定年俸は2億6000万円と言われていますが、減額制限を超える年俸を提示され、自ら自由契約となる道を選んだ。で、田中投手は今の心境について、 一番はやはり選手としてやっていく上で、やりがいをどれだけ感じられるかっていうところが一番。やはり自分としてはそこが大きいですし、一番に考えて決断をしてきましたんで、いろいろ本当にたくさん考えてきましたし、その中でこういう答えを出すことにしました。憶測のような報道が一人歩きしていて、こちらも困惑しているんですけど、そこに関しては特にこちらから言うことはないですね。 結果が出なければそこは下がるし、活躍すれば上がるし、その中で球団と話し合ったのは実質1回ですね。提示があった時に15分ぐらい。そこで個人的に受けた印象としては、もう期待されていないんだなと。最適な言葉がなかなか思い浮かばないですけど、新しい場所で求められるところでやるのが自分にとって一番だなと。とにかく期待をかけてもらって、やりがいを感じるところでやりたいのが一番の思いですと、このようにコメントを出している。 もうこの田中投手対談報道というのはすぐに日本中を駆け巡りましたが、この報道が出てすぐ、タイガース球団もすぐに反応。 というのも、球団農会が行われた後、島村球団本部長がこの田中投手について、大投手なんで、なかなか軽々しく言うことでもないし、彼が自由契約を選択したということで、彼の決断を尊重するのが大前提。本当にいいピッチャー、引っ張っていくピッチャーですから、これはというのがあるのは確かですけど、ただタイミング、補強ポイント的にうちとしてはどうかなと、そういう意味では向かっていく、動いていくというよりも、どこかで頑張ってほしいと、このようにコメントを出しています。獲得は完全否定というところでしょうか。 ま田中投手の地元は兵庫県。 ンオフは大阪出身の楠本選手も獲得していますし、タイガースは結構ドラフトでも多く、関西出身の選手を獲得しているイメージがあります。まあ、今年で言うと、伊原投手は奈良県、けさま丸投手はがっつり兵庫県出身です。で、その中でもちろん金銭面の問題など、手を挙げない理由は様々あると思いますが、その中で島村球団本部長が話した補強ポイント的にという発言には、一体どのような意味が含まれているのか。まずそもそもの話として、タイガースは現在、生え抜き中心のチーム作りを目指しています。 FA での獲得は2018年オフの西雄希投手が最後。で、現在その西投手がチーム最年長として引っ張ってくれていて。その西投手で今年の11月に34歳を迎えたばかり。やはり全体的に若いチームと言える今のタイガースに、来年37歳を迎える田中投手を獲得するかと言われると、ちょっと考えにくい。そして補強ポイントという観点では、今タイガースが求めているのは、先発右腕ではなく、先発左腕です。 ドラフトで伊原投手を獲得したこともそうですし、オフに入ってアレン投手の獲得調査報道も出たことから、ここは明白。その中で先発右腕は青柳投手がメジャーに移籍する可能性が高いものの、現時点で佐伯投手、村上投手、西祐希投手、そしてビーズリー投手と、4本スッと指を折ることが可能。で、シーズン戦う中で、先発左腕は2枚は欲しいところなんで。 これ以上先発ワンの獲得に積極的に動く可能性はやはり低い。まあ、現役ドラフトで経験豊富である程度、年齢が高くない選手がいたら別かもしれないですけどね。ただやはり自発的に田中投手の獲得に動くというのは現実的ではないかなというのが個人的な見立てです。よろしければ皆さんのご意見もお聞かせください。さあ、ということで最後になります。まあ、田中投手の獲得否定報道を例に挙げて、タイガースの補強ポイントについて少し触れましたが、そういった中で本日朝、タイガースが新たなスケット争奪戦に乗り しししていたたことが判明しましたで、そのタイガースが狙っていたとされるのが、今シーズンマーリンズなどでプレーした、来年31歳を迎えるエマニュエル・ラミレス投手。ラミレス投手は今シーズン12年目で、念願のメジャーデビュー、リリーフで15試合登板し、0勝1敗、防御率が6.97、20回と3分の2を投げて、奪った三振21個。 脱三振率が9.15と、三振を奪える能力は発揮したものの、9月にメジャー40人枠から外されてしまって、ブルージェイズへ移籍。ですがそこではメジャーに昇格できないまま、今月上旬契約を解除され、FA になっていた。で、タイガースも含め、NPB4 球団がラミレス投手に興味を示していたんですが、 結果的にライオンズが獲得に成功。で、年俸は1年130万ドル。まあ、現在のレートで言うと、約1億9600万円。まあ、大体2億円ですね。ラミレス投手が複数ある選択肢の中で、自らライオンズを選んだのか、まあ、それとも年俸が2億円近くになり、タイガースが手を引いたのか、まあ、これは不明ですが、 まちょっと個人的に1年目のリリーバーに2億円というのはなかなかのラインだなという風うには感じましたね。なんせタイガースがビーズリー投手、ゲラ投手の2人を獲得した際は年俸1億5000万円以内に収まっていますし、 ま、特にゲラ投手と比較すると、メジャーでの実績もゲラ投手の方が豊富で、年齢も若い。で、そのゲラ投手の獲得時の年俸が約1億5000万円なんで、おそらくタイガースがマネーゲームの末、ちょっと高くなりすぎだと、自ら手を引いたんじゃないかなという風に予想します。で、今回このラミレス投手獲得戦線に参加していたことが事実なのであれば、タイガースはまだウワンリリーバーを求めていることになる。すでに中継スケットでいうと、ゲラ投手の残留は判明していますが、さらにもう一枚、スケット補強に動く可能性は十分にあります。 今シーズンは勝ちパターンとして、石井投手が56試合、ゲラ投手が59試合、それぞれ多く投げてくれました。で、その他には岡留投手が爪痕を残すなど、新たな力も対等してくれましたが、今シーズンタイガースの当板数トップ2は、どちらも左ピッチャーです。まあ、その中で来シーズンは湯浅投手であったり、浜地投手など、共に戦って、ブレイクのきっかけにもなった金村コーチのもと、再びグッと出てきてくれると大きいですが、やはりもう一枚、パワータイプのリリーバーを求めているのかなと。 ま、先発は先ほどご紹介した通り、右投手の枚数はある程度確保できてるんですが、中継ぎはどちらかというと、左ピッチャーの方が枚数揃ってる印象があります。岩崎投手や霧式投手に加え、島本投手、で本人は来シーズン先発勝負を望んでいますが、富田投手も爪痕を残し、及川投手も中に入る可能性は十分にありますし、 シーズン最終盤には、川原投手も出てきました。ですので、中継ぎはどちらかというと、右ピッチャーが補強ポイント。まあ、パワータイプなら、佐藤蓮投手も今後楽しみな存在ですが、来シーズンは、スケット5人体制が軸になるんで、ビーズリー投手、ゲラ投手以外で、あと3人。まあ、現時点で先発サワン候補として、アレン投手。で、大山選手、原口選手の流出に備え、一塁候補で、日浦選手の名前が挙がってますが、そこに今回獲得には至らなかったものの、中継ぎ右腕の獲得に動いていたことが判明。まあ、この枠で言うと、ドリス投 投資の調査状況がどうなっているのかここも気になるところですねまあ、ドリス投資も年齢の問題がありますので様々議論されるところではありますがこの補強ムーブは引き続き行われるのかこの点も注視していきたいなと思いますはいということで今回の動画ではタイガーズの最新情報をまとめご紹介していきました ま、タイガースは田中正宏投手の獲得は完全否定。やはり先発右腕は補強ポイントではない。まあ、このように捉えているのかなと。ただその中でラミレス投手獲得戦線に参加していたことが事実なのであれば、まだ球団は右腕リリーバーを求めている。まあ、特にパワータイプですね。この動きはまだ続いているのか、それとも違う方向に舵を取っているのか、このあたりは引き続き注視していきましょう。 皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報をチャンネル登録者6万2100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は皆せ。チャンネル登録者6万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。来シーズンはスケット5人体制が軸になる中で、水面下で動いていることは明らか。今後の動きも引き続き注目していきましょう。ではまた。